文明11年9月、秩父に退散していた影春が長井城に移る。長井城がどこだったのか定かではないが、秩父からの出口の一つであるこの辺りと仮定して話を進める。11月28日、道館は北武蔵に向け江戸城を出発した。12月10日、道館は金谷段所に着陣。29日、成田松濤の推し城で不穏な動きがあり、道館が公家へ転身したところ収まった。成田氏は道館の仲立ちにより、影春と対立関係にあった長尾忠景の子、明康を養子に迎えていた。成田家の中で何かお家騒動があり、道館の牽制により収まったと思われる。翌年、明康が成田家の家督を継ぐ。この頃、越後の上杉房貞は、重氏から幕府との和睦の取り次ぎを依頼され、幕府に忠臣する。上杉秋貞が約束した幕府との和睦の仲介が2年近く経っても進展せず、重氏は別のルートでも幕府との和睦工作を進めている。文明12年、正月4日、影春は小玉島を急行して出陣の動きを見せた。6日、道館塚田に到着。そこで書生を集め、扇ヶ谷津上杉定政が陣を張っていた大屋の陣に合流。13日、道館は靴掛けに進んで影春方を包囲する体制を取った。小玉島の流れを汲む国衆の中で、どの国衆が影春に従ったかは定かではないが、道館が靴掛けに進んだ理由が見えてくる。翌日、影春を攻める手はずであったが、影春が飯塚に進んできたため、その夜影春の陣に夜討ちをかけることに決まった。これを知った影春はその夜戦わずして陣を払って秩父に退散した。20日、影春は越後へ出兵してきた。太田道真は龍恩寺に参詣中であったが、影春軍を撃退した。また、道館は山内上杉氏から派遣された大石氏と共に、長井城を攻撃。長井氏は降伏して和睦交渉がまとまる。2月25日、重氏は上杉方が幕府との和睦を取り付ける約束を一向に動いてくれないので、幕府の重臣の細川政元宛てに、影春が名代として補佐してくれる旨の書状を出した。重氏は上杉氏との和睦を破棄して、再度影春の支援に態度を変化させた。3月20日、堀越公方の重臣、上杉政則が細川政元に宛てた書状にも、影春が仲介することが書かれており、堀越公方は、影春の乱は上杉市内の内輪揉めとの見解で、伊豆から冷ややかに眺めていた。5月、重氏は東神津で与党を放棄させた。道館は江戸城に戻り防御などを整えた上、高見原に進撃した。影春は秩父の日野城に籠城していたので、上杉秋貞は道館の父、道真を伴って八方を出て、秩父の大森というところに陣を取った。6月13日、道館は東神津家の重氏軍を先に退治すべきと、利根川を越えて進撃しようとしたが、長尾忠景が拒んだため、秩父に参陣することにした。24日、上杉秋貞軍が日野城を攻撃。影春敗北し、重氏のもとに逃れた。影春の乱終結か。重氏のもとで再起を伺っていた影春は、長久の乱では扇ヶ谷津上杉氏に加担して山の内上杉氏に抵抗したり、伊勢宗瑞と同盟を結び挙兵するなど、この後30年以上も抵抗を続けた。関東はしばらく平穏となる。7月、重氏は越後の上杉房貞に書状をしたため、改めて和睦のために尽力してほしいと頼む。10月5日、越後の上杉房貞は幕府の重臣、細川政元と、細川政国に重氏と幕府との和睦の披露を頼んだ書状を出す。文明13年3月、
下宇佐の結城氏弘も和睦の斡旋を買って出て、重氏から書状を受け取り、細川政元と細川政国に書状を出す。7月19日、細川政国は受け取った書状をまとめ、幕府に進呈した。文明14年、11月27日、足利義政は、重氏との和睦を受け入れ、伊豆の堀越公方足利政友と、越後の上杉房貞宛ての御内証をしたためた。伊豆の足利政友の処遇は、上杉秋貞が政友に伊豆の国を進呈。一方の重氏が、御領書を政友に与えるというものだった。享徳3年から28年続いた享徳の乱が終結した。文明15年10月、下宇佐では千葉氏がまだ健在で、武蔵千葉氏との確執から抵抗を続けていた。一旦は上杉方に下った上総の武田氏も再度千葉氏に属していたのであった。10月5日、道官は上総長南城を攻め落とした。文明17年10月2日、道官に招かれた前僧であり、家人である万里秀句が江戸城に入る。千葉氏には警戒が必要であるが、上杉氏は平穏な時を迎えた。